ユーボートは、ドイツ海軍の保有する潜水艦の総称。一般的には、特に第一次世界大戦から第二次世界大戦の時期のものを言う。ドイツ潜水艦隊の華々しい活躍により、ユーボートの名はドイツ潜水艦の代名詞として広く普及した。第一次大戦では、約300隻が建造され、昇船約5300隻。 戦艦10隻他を撃沈する戦果を挙げたが、178隻が戦闘で失われた。第二次大戦では1131隻が建造され、終戦までに、小戦約3000隻、空母2隻、戦艦2隻を撃沈する戦果を挙げた。しかし、大戦中に連合国が有効な対策を編み出したことから849隻もの損失を出し、全ドイツ軍の他の、 あらゆる部隊よりも高い死亡率であった。U 級ドイツ語の U ブートはアンターシブー,ートの略語であり、時代、国籍を問わずすべての潜水艦を意味する。英語で U ボートといった場合は、もっぱら第一次大戦、第二次大戦時期のドイツの潜水艦を意味する言葉として使われる。潜水艦の傭兵には様々なものがあるが、第一次、第二次の両世界大戦における、 ドイツ海軍の U ボートは、共に通商破壊を主目的として使用された。ドイツ海軍は強力な水上艦戦力を持たないため、制海権は絶えず英国側にあった。そのため、通商破壊を水上艦では行えず、敵の強力な水上艦隊の勢力下でも、作戦行動が可能な潜水艦が、この任に最適だと考えたのである。結果として、 海軍戦力が脆弱なドイツ海軍における主戦力となったが、最大の攻撃手段である魚雷の発火不良が、相次ぎ潜水艦隊司令長官であるカールデーニッツにより、戦場で使用できない武器を配備したのは、軍の歴史上見たことがないと語られるなど、技術面において多くの欠陥を抱えたまま運用された。第二次世界大戦においては、 連合国側は様々な対戦水管戦略及び戦術を展開し、最終的に旧型 U ボートは劣勢に追い込まれていった。対 U ボート戦の末期では立場が逆になった。かられるのは商船ではなく U ボートになったのであるは、両対戦の U ボート戦を端的に表している。また、U ボートの正確な位置は上層部も知らず、乗組員たちにしかわからなかったため、 定時連絡がなくなってようやく、どうやら沈んだらしい程度のことしかわからなかった。第一次世界大戦において、海戦時期の U ボートの評価はそれほど高いものではなく、あくまでも補助官邸という位置づけであった。その評価を一変させたのは、海戦から3ヶ月後の1914年9月22日に、オット・ベディゲン大尉が指揮する UQ がイギリス海軍の総攻巡洋艦。 クレッシー級、アブーキア、クレッシー、ホーグの3隻を立て続けに撃沈してからであった。この戦果に各国海軍は驚愕し、とりわけイギリスが受けた衝撃は多大なものであった。ガリポリの戦いではオットーヘルジンク隊員が指揮する U-21 がイギリス海軍の戦艦トライアンフとマジェスティックを撃沈しており、U ボートの有名は世界に轟いた。 これらの戦火に自信をつけたドイツ海軍は1915年2月にイギリス周辺の海域を航戦海域に指定しイギリスに向かう商船に対する無制限潜水艦作戦を開始する。その3ヶ月後の1915年5月、ドイツの U-20 が戦時禁制品の火薬類運送中の英国船隻の豪華客船ルシタニア号を無警告で撃沈し、 1198人の犠牲者を出す。この中に123人のアメリカ市民が含まれており、著名な舞台演出家であるバンダービルト家の一人も犠牲となった。この出来事はイギリス側の外交戦術に最大限に利用され、アメリカ世論を反ドイツへと揺り動かし、連合国側に立って戦争に参戦する重要な要因となってしまう。そのため、 ドイツは1915年8月に、商船への無警告攻撃を禁止する布告を出し、U ボートが活躍する場は大幅に制限される。この布告をめぐっては、ドイツ首脳陣の間に圧力が生じ、海軍大臣のティルピッツが辞任する騒ぎにまで発展する。最終的に、U ボートによる無制限潜水艦船は1917年1月に認められ、 この年の2月から3月にかけて500隻近い商船がイギリス周辺や地中海で撃沈された。しかし、同年にアメリカが連合国側に立って参戦し、さらにイギリス首相デビッド・ロイド・ジョージが強力に推進した五層戦断方式と対戦戦技術の向上で有ボートの戦果は急速に低下していく。だが、イギリスが被った損害は人大で、 戦後のベルサイユ条約でドイツは潜水艦の保有を禁止された。第二次世界大戦においては終戦に至るまで有ボートは大西洋の戦いなど図らずもドイツ海軍の主力兵器であり続け戦後イギリス首相ウィンストン・チャーチルに私が本当に恐れたのは有ボートの脅威だけであると言わせる働きを見せた。ドイツがポーランドに侵攻しそれに対して 英仏がドイツに戦線布告した1939年9月3日の時点で、ドイツ潜水艦隊司令官カール・デイニッツは57隻の U ボートを擁していた。デイニッツは1939年9月28日、ヒトラーに U ボートは英国を屈服させられます。しかしそれには300隻が必要です。しかも早急に届いたが、もともと海軍と疎遠だったヒトラーは、 エーリングが英艦隊を追い回すであろうと空軍への信頼を語りイギリス側が備える時間を与えてしまった。U ボートの建造は開戦後もしばらくは進まなかったがフランス占領後は等と設営省によりフランスの資源と人員を使った迅速な文化の設置がなされ英国近海を通らずに大西洋へ出撃することができた。ブロック方式で 大量の潜水艦が建造され、セブン型のみに限っても、最終的に1162隻が収益した。初戦では一部の U ボート部隊が、大西洋で通称破壊船に投入され、イギリスへの商船に対し大きな被害を与えた。その他、アメリカ本土へスパイを送り込んだり、機雷封鎖作戦にも投入された。作戦に投入された U ボートには、様々な種類があり。 初期の丸木船と呼ばれた沿岸用通型から大西洋を中心に各方面で活躍したセブン型、大西洋を横断できるナイン型、補給用の乳牛と呼ばれる大西洋での潜水艦補給用のホーティン型、U ボート、バルターボートの外形だけを取り入れた水中での行動が有利な艦型の21型、沿岸作戦用の育水型などがあった。撃沈された。 輸送船というボートはイウィリースとは海戦初期は撃沈した独行船を浮上観察する余裕があった。第二次大戦後期では戦防橋での長時間の観察さえも撃沈される原因となった。一部の遊ボートは日本軍占領下のマレー半島のペナンなどを基地としてインド洋で英連邦諸国の商船に対して通称破壊船を行っていた。ヒトラーは 同通商破壊戦を強化するために同盟国の日本に協力を呼びかけ、日本が U ボートを手本として同様の潜水艦を量産することを期待して、日本へ2隻のナイン型 U ボートを贈与した。1隻が日本に入港して旅行第500、潜水艦として連合艦隊に編入されたが、小型で洋兵上の不足があると判断された上に、日本の工業技術では1隻も、 政策不能とされた。また、日本は、移号潜水艦を5時にわたって、ドイツに派遣、ドイツの必要とする工業原材料、技術を交換した。参加した5隻のうち、無事日本ドイツ艦を完全往復できたのは、移号第8潜水艦1隻のみだった。開戦以来、対戦戦闘に不慣れな英国は、抑留者や捕虜をカナダへ移送しようとしていた。 アランドラスター号を沈没させられるなど膨大な損害をこむったが1942年に入ると連合軍は有ボートに対してなどあらゆる対策を実行した。これらが進展するに従って大西洋の戦いは有ボート部隊に不利となっていった。ドイツはとりわけ電子戦において遅れをとっていた。ドイツ側はレーダー電波を逆探知する警戒装置を開発し、 連合軍の対戦障害機の探知を回避することができるようになったため、1942年夏に一時的に優位に立ったが、翌43年春には連合軍がメトックスでは探知できない波長を使用するレーダーを実用化したため、その優位も失われた。またドイツ側は連合軍が新型レーダーを投入したことを見逃し、逆に警戒装置から漏れる電波を 連合軍が探知していると誤解していたため、対抗手段の開発はさらに後手に回ることになってしまった。対空兵装を強化するなどの策も取られたが、対空戦闘での少しの損害でも先行不能になり、最終的に撃沈される例が相次いだ。このためシュノーケルの装備などで対抗した。これらの対策を施した潜水艦の大量投入で、 一時的に戦火の低下を防ぐことができたが、護衛空母による紹介が開始されると、U ボートの損害は再び増加した。航空機に襲撃されては、急速潜行などは無意味で、たとえ間に合ったとしても、航空機から放たれる爆雷か、ホーミング魚雷に粉砕された。充電のために浮上航行していれば、レーダーか航空機に捉えられ、潜行していれば、ソナー類イに捉えられた。 夜間に浮上している場合は、遥か遠方からレーダーに捉らえられ、レーダー搭載機に忍び寄られて、気づいた時には、リーライトを照射されて撃沈された。1944年になると在来型のセブン型、ナイン型などは事実上無力化し、対戦初期のような戦果は望めなくなった。しかし、大西洋から U ボートを撤退させることにより、U ボートに振り向けられる連合軍の資源が、 都市爆撃や陸軍の戦術支援に回ることが予想されたため、連合軍を海に釘付けにするために U ボートの出撃は続けられた。最終的な結果として、大戦前期を通じた U ボートとその乗組員の損失は743隻、約3万人に上った。一方、連合軍はその数倍に上る損害を受けたが、ついに、 U ボートによる通商破壊で連合国側を屈服させることはできなかった。U ボート戦についてデーニッツは1938年から大 U ボート艦隊を用いて戦争に入っていれば戦いの推移に決定的影響を及ぼせたであろう。もし2倍の U ボートを生産していても大きな影響を与えられた。しかし第二次大戦では 軍備不十分のまま大英戦に突入したと戦後、総括しているがそもそもドイツの生産力ではそれだけの艦隊を建造することはできなかった。大戦中にドイツが培った革新的な潜水艦技術は戦後連合国側に吸収され世界の潜水艦開発に大きな影響を及ぼした。第二次大戦後東西に分裂したドイツは東西冷戦の最前線となった。 西ドイツは主権の回復とともに潜水艦を含む再軍備が認められが、戦勝国の U ボートへのトラウマは東西を問わず大きく、1954年に西ドイツと戦勝国との間で結ばれた軍備制限議定書により、U ボートは対戦中よりも大幅に小型化されたものしか保有が許されなかった。東ドイツ海軍は潜水艦を保有しなかった。 こうして1960年代に配備された201型潜水艦以降の西ドイツ海軍の潜水艦は排水量500トン前後と小型になったがドイツに近いバルト海と北海では有力な潜水艦戦力だった。性能が優れていたためナチスドイツによる被害を受けた国を含めて引き合いが相次ぎ現在に至るまで世界各国に輸出されている。 1970年代からは輸出専用に中型化した209型潜水艦が各国で収益した。1990年代半ばに制限が解除されると、統一ドイツ海軍向けにも水中排水量1830トンの中型潜水艦の建造が開始された。大戦において大きな戦果を残し、世界中の商船に恐れられた。 ユーボートであるが、ソナーなどが普及するにつれて撃沈されることが多くなり、第二次大戦を通じて、ユーボート乗組員の死傷率は63%という数字だった。捕虜も含めると73%になり、時期や場所にもよるが、トータルでは生存者は3割程度しかいなかったことになる。第二次大戦の最後の5ヶ月、連合国商船の損耗は、世界中で46隻で、 しかもこの46隻は戦団を組まずに単独航行していた船だった。だが、U ボートは151隻が撃沈された。以下、形式番号なし、U-19,U-20,U-232008 年、アドルフ・ヒトラーズ・ロストフリートと呼ばれる国会で活躍した U ボート3隻が発見されたとのニュースが、イギリスのデイリー・テレグラフ誌で報じられた。 発見された艦は U-19,U-20,U-23 の3隻で、トルコの海洋技師、セルセクカライが、ドイツ海軍の古い記録や、当時の生存者からの聴取で、沈没地点を割り出し、その調査で発見した。沈んでいた3隻のうち U-23 は、かつて U、U ボートのエースであったオットークレッチマーの指揮していた艦で、この3隻の他に、 合計6隻が国会で活躍し、2年間の作戦行動中に沈めた、感染数は50隻、総トン数46,500トンを沈めたが、作戦中に客周に愛発見された、U、U-19, U-20, U-23 以外の3隻が沈められた。1944年8月にルーマニアが連合国側の一員として、 ドイツに戦線布告したため国会から出られなくなり、残った蒸気3隻は廃棄処分となり、同じ場所で自沈した。U-511-2018 年6月25日に若狭湾で発見された。戦後にアメリカ海軍によって海没処分された唯一の U ボートである。U-864U-864 1944年12月、ドイツのキール軍港より、Z エンジンなどの機密情報を含む軍事物資などを積んで、日本に向かうも、機関の故障により引き返す途中で、イギリス海軍の潜水艦ベンチャラーの攻撃を受けて、撃沈され、2003年に、ノルウェー南西部ベルゲン沖で、ノルウェー海軍によって発見された。船内には、 日本人科学者を含む73名の遺体とともに、大量の水銀が積まれているのが確認され、北海が広範囲で汚染される恐れがある。船体の引き上げや石管による封じ込めが検討されて、いたが、費用などの問題から、目途は、立っていない。また2013年には、同館から2トル離れた地点でいうマイナス486。48 が沈没しているのが石油パイプラインの調査中に発見されている。なお、撃沈された際に発生したドイツイギリス潜水艦同士の戦いは、先行した潜水艦同士の戦いで相手の撃沈によって勝敗が決した史上唯一の例とされている。ありがとうございます。